はい、どうも皆さんこんにちは。今回はですね、食虫植物の冬越しのお話をしていこうかなと思います。まあ、最近ですね、結構コメントで、冬越しの仕方もう早く動画撮ってくださいと、あとはこれどうやったら冬越しできますかとか、この子はどうやって冬越しの管理しますかみたいな話を結構いただくことが多いので、私が知る限りの冬越しの仕方、というか我が家のというか私の考え方を皆さんにお伝えできたらなと思いますので、冬越しの管理迷っている方、もしくはそれなりにね、設備を入れたいんだけれどどんな感じで入れたらいいのかなとか、そういう方、気になっている方がいましたら、ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それでは早速冬越しのお話していきたいと思います。はい、ということで今回は雑談というか、その冬越しのお話をしていきたいんですけれども、はじめにいくつか注意点がございますので、それをね、考慮した上で動画見てください。まず一つ目です。私のね、冬越しの仕方が一般的かどうかはちょっとわかりません。はい、なので私の言ってることが絶対ではないっていうことをまず一つ、あとはこれからそれぞれのカテゴリーごとにこうやって冬越ししたらいいですよって話をしますが、例えばですけれど、猛仙ゴケっていろいろ種類があるわけですよ。球根だったり熱帯だったり温帯系だったり、そういうのがあるので、基本的には市販で手に入る、最近市販って言ってもね、熱帯ドロセラとか結構ペキオラリス系とかが結構出回っちゃったりしてるので、その市販で買えるももしかしたら語弊があるかもしれないんですけれど、なんでしょう、育てやすい子とか、その簡単に手に入るものに限定して、その一般的な話をしていけたらなと思っておりますので、全部が全部一緒じゃないですよって話は押さえておいてください。あとは、もう一番大事なこと、人の家の環境によって全く異なるよっていう話ですね。一般的にはこうやって管理したらいいよっていうのはあるんですけれど、九州と北海道ではきっと冬のね、気温とか環境とか全く異なると思いますし、同じ関東でもね、うちは結構日がよく当たるよとか、うち結構霜ができてちゃうんだよねみたいな話とかがあると、これまたずれるので難しいところではあるんですけれど、私はこう管理してます、私の考え方はこうですっていう話をできたらなと思っておりますので、以上3点踏まえた上で、ぜひ動画ご視聴ください。違いますよそれはって言われても、うちはこれで冬越してますんでっていうしかないので、はい、そこら辺ご理解いただいた上で動画ご覧いただけたらなと思います。それではね、いろんな冬越しの仕方があると思うんですけれど、早速話していきたいと思います。ということで、こちらにですね、とりあえず1,2,3,4,5,6,7,8,9 9種類の食虫植物持ってきました。1個ずつ紹介していくと、虫取りスミレ、猛仙ゴケ、ハエトリソウ、サラセニア、ミミカキグサ、ヘリアンフォラ、ウツボウカズラ、セファロタス、ダーリングトニア。はい、以上この9種類の食虫植物を準備しました。あとはロリズラとかね、他にもいろいろあるのかもしれないんですけれど、一応多分手に入りやすいのはこの辺かなと思いますので、ダーリングトニアはね、多分あんま手に入んないかもしれないんですけれど、この辺をご紹介できたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。この辺をね、紹介していきたいと思いますので、よろしかったらこの辺を紹介していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではね、早速なんですけれど、冬、うちの基準ですけれど、外で管理できるか中でしか管理できないか、極論言うと多分全部やる気になれば多分外にできると思うんですけれど、なるべく外だけで管理したくないって人もいるとは思うし、私とかね、基本室内で管理したいって人もいると思うんですけれど、一応外と中で管理する感じで一旦分けてみると、ちょっとあえてこの置き方にしたんですけれど、一応ここで分けられるかなとは思ってます。はい。で、一個ずつ見ていくと、
例えば虫取りスミレですね。虫取りスミレとかはね、意外と冬強かったりするんですけれど、今私が持ってるのはメキシカン。寒さに結構強い虫取りスミレですね。あと乾燥にも結構強いので、一応屋外管理が、まあ、不可能ではないかなと、は思っております。冬になるとこの子たち冬芽、まあ全部じゃないですけれど、冬芽を作って冬を越したりするんですけれど、一応外でも行けるんじゃないかなとは思っております。ただ、うちの場合はですね、サラセニア以外全部室内管理なので、やったことはないんですけれど、まあ、可能っちゃ可能かなと。ただね、綺麗に育てるなら多分室内の方がいいんじゃないっていう派です、私は。はい。なので別に外管理推奨してないです。僕は、室内管理を推奨はします。はい。で、室内で別に普通の環境で全く問題ないっていうか、まあライト当てて、水、あんまりカラカラにしすぎなければ、全然やっていけるんじゃないかなとは思っております。はい。で、こっちも屋外冬越しはありかなって思う子です。まあ例えばこれアリキアエとか、あとはまあカペンシスあたりは、確か熱帯系。で、まあ、あったかいところにいなきゃいけないんですが、まあ、この子たちは結構強いので、まあ、冬だったらね、何度ぐらいだろうな。5度 ?0 度とかはちょっとわかんないんですけれど、表面枯れてもね、意外と根っこが生きてて、あったかくなってくると根っこから生えてきたりもするので、不可能ではないと思います。ただ、あんまり寒すぎる。で、寒くて水やり忘れちゃったとかすると結構枯れるリスクもあるので、まあ心配な方は少しこう何かで囲ってあげる。まあ、ちょっとしたビニール温室だったりとか、まあ、それがめんどくさいって方は私みたいに、まあ部屋の暖かくなくて全然大丈夫です。加温しなくていいので、ちょっと室内の、まあ、例えばライトがあるところとかだとこうやって綺麗に、まあこれ冬じゃないんであれですけれど、作ることもできたりはします。まあ基本的に私はこういう毛線ゴケ系も室内の方が綺麗には冬越せるとは思うんですけれど、一応屋外でも冬を越した経験はあります。なのでまあ一応屋外でもいいかな。あとはビナータみたいな温帯系、四季がある冬芽を作るような毛線ゴケなんかも外で管理はできるかなっては思っております。はい。でこちらハエトリソウですね。ハエトリソウはまあ外でいいと思います。まあ毛線ゴケも外でいいと思うんですけれど、ハエトリソウこそ外でいいとは思うんですけれども、まあ株がねちゃんと結構立派になってなかったりすると冬乗り切れなかったりすることも私はありましたが、どうでしょうね。私は今年はちょっと室内で冬越しを検討しております。まあ、去年も冬室内で冬越ししたんですけれど、まあ、一般的には外管理で冬越しをした方がいいとは言われてるので、まあ、しっかり寒さに当てて休眠させてあげてください。なのでこの子も別にそんな設備とかあんまいらないかなっては思っております。はい。でこっちも一緒ですね。サラセニアとハエトリソウはよく同じ環境で育てられたりしてると思うんですけれど、この子も水さえ切らさなければ外管理で全然問題ないと思っております。で、まあ、一応地上部は結構枯れ込んできたりとか、葉っぱがねこんな感じで冬じゃないのに枯れてるんですけれど、こんな感じで枯れ込んでくるので、まあ、枯れてきてもあんまり気にせず外でしっかり寒さに当ててあげると、春先ね新しい捕虫葉が出てきたりはしてくれます。でまあ冬にだいたいこうハエトリソウとかサラセニアとかは植え替えをしてあげて、用土をきれいにした状態で春を迎えてあげるみたいな感じでやってあげると結構うまく育てることができるんじゃないかなと思います。なのでサラセニアとハエトリソウは外管理の方がいいかもしれないです。まあ室内が不可能ってわけではない。はい。でお次耳かき草なんですけれど、今これ左にやっちゃったんですけれど、多分真ん中ぐらいというか、まあ室内でもいいし屋外でもいいしみたいに結構いろんな耳かき草いるので、ちょっと私あんまり詳しくないので一概には言えないんですけれど、基本室内の方がなんか綺麗な気はしてて、まあ、例えばクリオネ、ワーブルギーか。ワーブルギーとかサンダーソニー。まあ、どっちもね、片方はね、確か、ずっと屋外の方がいいよみたいな感じで言われてたりはするんですけど、ぶっちゃけ私はどっちも屋内で
結構綺麗にずっと花を見てられた記憶があるので2年前とかに。なので、まあ、基本どっちも屋内でいいんじゃないかなと思ってるんですけれど、一応屋外でも全然冬は越せるらしいので、まあ、あんま気にしなくていいのかなって思っております。まあ、ただ私が育ててるやつとか、まあ、花を結構綺麗にめでたいよっていう人は屋内の方が、まあ、楽しめるかもしれないですね。はい、というのはうちでは屋内で管理をします。まあ、このクエルチってやつはちょっとまた特殊なのでまあ別ですね。はい、でまあヘリアンフォラもできれば屋内の方がいいかなっては思ってます。ちょっとヘリアンフォラを屋外で冬越ししたことがちょっと一度もないので、もしかしたらね、まあ、ミノールハイブリッドとか、まあ、ヘテロドクサとミノールの交配種みたいなやつは、まあ、多分冬外でもなんとかなるかもしれないんですけれど、まあ、基本的になんか私の影響で結構ヘリアンフォラを集めてる方が多くなってくださって嬉しいんですが、多分室内の方がいいと思います。まあ一年中同じ場所で、室内だったら室内でずっと管理してあげれば、まあとりあえず冬は越せるんじゃないかなとは思います。この子も別に加温とかはうちではしてないです。これねウツボカズラですよ、ウツボカズラ。まあ大きくて外で管理してる人とかはもう別に毎年やってることなので、まあ今更私から言うことはないと思うんですけれど、今年からウツボカズラ育て始まった人とかで、外管理をしてる人、まあ冬ね結構寒いとね、ウツボカズラやられちゃうことが多いので、何かしら対策はしてあげた方がいいかなと。まあ、うちは年中室内なので、もうずっと室内の別に変わらず何か対策をするわけでもなく、ただ同じ置き場所で普通にいつも通りの管理をするっていうのがうち流なんですけれど、もし外で管理するなら、まあ多少何か風を遮るものとか、寒さを少し和らげるような、まあ温室だったりなんか水槽だったり、なんかそういう工夫はしないとちょっときついかもしれないです。ただまあちょっとガヤっていうやつを私最近育て始めたんですけれど、これやばいですねこの子なんか育てやすすぎるし成長早いし、なんかこの子だったら冬多少寒くてもなんとかなっちゃうんだろうなっていう感じはしております。でまあ冒頭でお伝えした通り、まあ同じカテゴリーでも品種だったり種類によって全く異なるよって話したと思うんですけれど、ウツボカズラは特にそうですね、めちゃくちゃあったかいところにいる子とかはやっぱりもう20度切るだけでも結構きついんじゃないみたいなのもいたりするらしいので、そういう子はね多分冬外は絶対無理だと思うので、諦めてこう室内で何かちょっと過温な作業をしなきゃいけなかったりとかするかもしれないですね。まあうちにはあいにくそういう子は、まあビカルカラタ多分そっちに入るんですけれど、まあ、うちは普通に冬越しというか、まあ室内でただちょっと寒い環境でも別に枯れはしなかったですね。なのでまあウツボカズラは基本的に室内もしくは温室内で管理してあげた方がいいんじゃないかなとは思っております。はい、でお次セファロタス。まあこの子もね別に外で多分管理できるとは思うんですが、まあ室内の方が無難かなっては思ってます。というのも私もねセファロタスはちょっと外で冬越しをしたことがないもんで、まあ、多分私より詳しい人はいくらでもいらっしゃるので、まあ外で管理してる人に聞いてみてください。まあ、外で管理できないことはないとは思うんですけれど、私は室内で普通に管理をして年中大きくしてます。はい。なのでまあ普通に室内で今までの置き場とあんま変わらず、ちょっと冷え込んでもまあそんなに気にすることはないのかなっては思っております。はい、最後ダーリングトニアです。まあダーリングトニアはそもそも外で管理してる人がたくさんはいないかな、どうなんでしょう。私は室内なんですが、まあ涼しくなったらむしろダーリングトニア成長期なので、
まあ、冬もね、気温によっては結構元気に動いてくれたりするので、夏よりはね。なので、まあ、無難に室内がいいんじゃないかなっては思っております。この子も別に私は加温とかはしないですね。はい、と、まあ、ざっくり、ちょっと分かりづらかったかもしれないんですけれど、一旦全部こんな感じで説明させていただきました。で、まあ、とりあえずですけれど、この中で休眠するグループというか、まあ、休眠が多いグループっていうのが、もう、ハエトリソウとサラセニア。ハエトリソウとサラセニアと、まあ、モウセンゴケも結構休眠する子は多いですよね。あと、休眠じゃないけど冬芽を作るみたいな。だいたいこっちのグループは、その休眠、冬はちょっとお休みしますみたいな子が多かったりします。もう全部が全部じゃないけどね。で、まあ、こっちは、まあ、暖かいもしくは年中そんなに気温差がないような場所で育ってたりするらしいので、まあちょっと断言できないですけれど、私もなので、こっちはまあ基本室内の方がいいんじゃないかなっては思っております。はい、ということで一応このカテゴリー別で言うとそんな感じ。まあ、あとはですね、冬越しっていうそもそものなんか全体的な話なんですけれど、私の家では別に冬だからといって何か作業はしないことが多いです。せいぜいしても窓際の寒さから、まあ、寒冷車とか不織布で少し棚自体を覆ってあげて、まあ、少しだけ寒さを和らげるってことはしたことありますけれど、それ以外でなんか冬に特別なアクションをしたことは特にないです。そもそも冬越しを外でしなきゃいけないものはあんまり室内で管理しないですし、冬になったから外に出そうっていうことも私はあんまりしてないので、もし設備とかを考えてるのであれば、もう一年中管理する設備を作っちゃった方が、なんか冬だからこの設備が必要みたいな。よりかは、もう一年中その環境でいいんじゃねみたいな環境を作ってあげちゃった方が、私はいいんじゃないかなっては思っております。ただね、さっき言ったみたいに、ウツボカズラを外で管理してて、冬だけちょっと風に当てないとかっていう場合は、冬だけね、ちょっと温室とかビニールハウスみたいな、ちっちゃいやつね、作ってあげた方がいいとは思うんですけれども、基本的には外で管理してるものはずっと外、室内で管理してるものはずっと室内みたいな感じで、うちでは管理をしております。はい、ということで、ざっくり冬越しのお話というか、私の考えをお話しさせていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、次ね、もしかしたら、まあ、一個ずつ、私の家ではこの子はこう管理してるよみたいなのを撮ってもいいんですけれど、過去にね、そういう動画撮ってるので、もしよかったらそっちの動画見てくださった方がいいかもしれないです。まあ、ちょっとね、私もプロではないので、全然間違ってることも多いと思いますし、ただ枯らしてはいないってだけなので、まあそこら辺ちょっと留意していただいて、今回の動画ちょっとでも参考にしてみてください。ということで今回の動画以上になります。まあちょっとでもね、参考になった方、まあもしくは疑問を持った方はぜひコメントで質問していただいたり、まあ DM ね、インスタとか X の DM でも質問お待ちしてますので、全然個人的にね、質問いただいても大丈夫です。で、参考になった方はね、ぜひ、チャンネル登録、そして高評価いただけると、僕の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、冬、なんとか頑張って越せるように、まだまだ30何度続いてますけれど、まあ、そろそろね、冬の対策とかも考えていって、無事春を迎えられるような対策をちょっとずつ進めていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。